それでは早速今回滞在をしている熱海世界へ。チェックインしてロビーに入った瞬間、太平洋を一望できる絶景です。ユズのウェルカムドリンクをいただき、早速今回予約のオーシャンビュープレミアム月の道へ。広い玄関では上り口が設けられていて、室内で靴を脱ぐことができるようになっています。お香の素敵な香りが立ち込める中、中へ。クローゼットの横のスタディデスクは広くて、仕事やワーケーションにおいても快適に使うことができます。部屋を見渡してまずは飲み物。エスプレッソマシン、オーガニックティー。さらに冷蔵庫には無料のビールやジュース、お茶などが用意されており、フルボトルのウイスキー以外は全て無料です。お菓子がある。テレビはスマート TV 対応でしたが、YouTube のみ。Netflix は見れませんでした。洗面台はダブルシンク。スキンケアグッズはリーフ&ボタニクスのオリーブシリーズ。一級ダイヤモンド会員特典はウイスキーミニチュアボトル、アメニティのスキンケアセットフルボトルから選べるので、私はこの洗顔を選びました。ドライヤーやヘアアイロンは最新ではないですが揃っていて、アメニティも充実しています。特に嬉しかったのはパナソニックのナノケアイオンスチーマー。時間をかけてするお手入れはこういう時こそしたいですよね。バスルームは全体がバルコニーと接続した作り。レインシャワーにシャンプー、コンディショナーはスキンケアと同じリーフ&ボタニクスです。ここの素晴らしいポイントは、全室露天風呂付きなだけではなくてオーシャンビューなこと。露天風呂には常に源泉が流れており、来た時には温度もいい感じでした。冷水と熱水の追加や床希望で調整をします。時間によっては熱いお湯が溜まりやすいので注意です。熱海の絶景が本当に最高でした。部屋全体で言うと、入り口から中まで石材の壁面や暖かい間接照明、洗練された木材のインテリアに満足できると思います。夕食は肉料理ひとしおにて。炭火焼きや日本料理を融合させたイノベーティブチックなコース。鉄板焼きカウンターの半個室でライブ感あふれる食事を楽しめます。私たちはノンアルコール派なのでティーペアリングでいただきました。和牛の炙りとデザートがとっても美味しかったです。部屋への帰り道、ロビーフロアでホテルアメニティや生菓子をお土産に物色。館内をブラブラしてオープンエアコンペキテラスへ。最上階に位置していて、夜間はラウンジバーになっており、24時間ドリンクも楽しめます。名前の通り紺碧の空を見渡せて、大浴場の後なんかはとても気持ちいいです。翌朝の朝食はつくしで、ライブで作ってくれる卵焼きはふわふわです。新しく美しい熱海を体験できる宿、それが世界へです。